会場にお越しの皆様、こんにちは。所沢市より参りました所沢風縁義神殿みやびと申します。この草加ふささら祭り、目いっぱい盛り上げていきたいと思いますので、お客様もぜひ最後まで楽しんでってください。さあ、お立ち会いのうちに、これは将棋指しの物語。幕末から明治にかけて活躍した偉大なる棋士藤吉は、天才棋士と謳われた天野宗峰にボロ負けし、修行の旅へ。30年後再び訪れた大一番に、どえらい大手で勝負をかける。これは幕末から明治にかけて活躍した偉大なる棋士藤吉が、天才棋士になすすべなくボロボロに叩きにめされ、負けるところから始まる物語である。演じます、よろしくお願いします。お願いします。先手3六歩。後手6二銀。さあ始まる世紀の一戦。我が名は大谷藤吉。挑む相手は天才棋士Yeah.
さあご声援いただいた皆様に礼、ありがとうございました。ありがとうございました。所沢風雲鬼神殿みやびでございました。